本日は模擬面接特訓を受講させていただきまして大変ありがとうございました。私は実は昨年に続いての2度目の受講です。私の受験履歴につきまして2018年が最初の受験で、その時は日本歴史を落として2次に進めませんでした。翌年日本歴史合格し2次に進みましたが、それから4年間続けて2次試験を失敗しております。ぜひとも今回合格したいと考え、2度目で厚かましいですけれども、上山先生のところにお邪魔した次第です。今日はプレゼン問題を5個、それから外国語訳問題を 3個練習させていただきました。今日のプレゼンの中で私が大変参考になった点が3点あります。まず1点目は、私のプレゼンがやや短めなこともありまして、これを膨らませるためには先生からご指摘いただいたのは、この中で4題が世界遺産に絡んでいると。例えば京都は17のモニュメントがあるんだよと、それについて触れてくださいと、むしろそれに触れないのはおかしいですよというご指摘をいただきました。同様に奈良にも8つの世界遺産があります。それから富士山も世界遺産に登録されています。それから明治維新、これも明治日本の産業革命軍ということで世界遺産に登録されています。それぞれの世界遺産登録というのは私も承知はしていたんですけれども、プレゼンの中でうまくこれに触れることができずにおりました。それを先生からご指摘をいただいて、あ、そうすれば確かに世界遺産のことについてきちんと説明ができるし、それから、2分間という制限時間に少しでも近づけるなということが分かりました。第2点目です。ガイドの視点からということで、先生からは事前にも教えていただいておりましたが、具体的なご指摘としては、例えば奈良公園です。私は奈良の問題の中で奈良公園に1000匹を超える鹿がいますということは触れましたが、それで終わっておりました。先生からは鹿にせんべいをあげることができますよと、楽しいじゃないですかと、そういうことをご指摘いただきました。箱根についても、私は芦ノ湖について全く触れませんでしたが、先生からは芦ノ湖の観光船に触れたらいいじゃないですかと、あれはもう観光客に人気の乗り物ですよということを教えていただきました。まあ、確かにそうだなということで、ぜひ私の原稿に加えて練習を重ねようと考えております。それから3つ目の、大きな点です。これは私の過去4回の二次試験の、失敗の最大の原因でもあるのですが、和文英訳がとても苦手で、英訳の際に言葉に詰まったり、空白を作ってしまったりということが多々ありました。先生に、そういう場合どうしたら言葉に詰まることを減らすことができますかとお尋ねしてみました。そうしたら先生は、誰でも詰まりますよと、総理大臣さえも詰まりますよということをおっしゃいました。そして詰まっても慌てない、詰まることを恐れることが何よりもいけないことであろうということでご指摘をいただきました。面接を楽しむつもりで開き直って受けてくださいというご指摘でした。私はこのご指摘を聞いてとても気分が楽になりました。幸いまだ40日残っております。まあ、今回いただいたご指摘を糧にして40日間頑張って練習を続けていきたいなと考えております。本日はどうもありがとうございました。